今回も追加キャラは使ってもらうためにも強めに設定することが多い昨今と聞きますが、ウニはまあまあおとなしいキャラが多い気がします。何か意識していることとかはあるんでしょうか。いや、そうでもないけどね。その、なんだろう。追加キャラで、すごかったキャラもいるじゃん。確か、フォノンとかって追加された時はかなり強いって言われてたし、でもそれぐらいかな。あんまりないんだよな。確かに。まあ、比較的おとなしめではあるのかな。まあ、とりあえず、俺の方で気にしてるのは、まあ、追加キャラだからっつって、一番上のトップティアに持ってくるってことは、やっぱ変かな、とは思ってますね。その、いや、確かに、追加キャラが、強い方が、なんか、その、出戻り組もやりやすかったりするし、既存の人も、まあ、ちょっと新キャラもちゃんとやっとくか、という意味でやったりするんですけど、みんな新キャラになっちゃうよな。みんな新キャラになっちゃう。トーナメントが全員新キャラになっちゃうじゃん。新キャラが10人ぐらいいるんだったらいいんだけど、まあ、1人2人しかいないんだと、まあ、字でそれだけになっちゃうから、まあ、やっぱり良くない。多少弱かろうが新キャラって使うじゃん。プラス、もし本当に強かったら、みんな使うじゃん。みたいな感じで、まあ、なんか、ちょっと、変かなみたいな気持ちがあります。だから別に弱く作ってるとかじゃなくてね、俺的にはちょうどいい、普通に最強は狙えるかもしれないが、バランスよく戦えるような感じで作ってるつもりではあるんだよね。よいしょ。あとはあれですかね、うちのゲームだと、出した後のパッチの可能性、そのアップデがどれだけできるかっていう保証がないから、めちゃ強いギャラを作って、そこでさ、終わりってなると、まあ、結構困るじゃん。だから、まあ、そうならないようにするために、まあ、これで出した瞬間にもう、はい、終わりね、君のこのゲーム開発終わりってこう言われても、みたいな感じで、他の人ってなるように、してるつもりではある。最初強めに作って人を呼んでおいて丸めるっていうのもありだと思うんだけど、できなかった時あれじゃんという話。まあ、予算の話になっちゃうな、そうすると。よいしょ。まあ、とりあえずそういう感じなんだけど、個人的には強くするとか弱くするっていうのを主軸に考えてキャラクターを作ることはない、マジで。これは強めに言っといた方がいいかな。新キャラだから強いとか、流行りそうだから弱くしとこうとか、そういう風にやることはない。面白いか面白くないかでしか、あんまり考えてないかな。で、まあ、さすがにさ、まあ、バランス調整はするんだけど、まあ、それは、なんだ。おまけ的な感じ。メインは、おもろいおもろくない。だけかな。だから、まあ、あれな感じのバランスになっちゃうことはあるんだけど、まあ、少なくとも俺がやっておもろいかなって思う風にしたいなという気持ちは常にあるんで、来月末ぐらいに出る、メルティブラッドタイプルミナもよろしくお願いいたします。多分全キャラおもろいことになってると思うんで、ぜひよろしくお願いいたします。はい、という感じです。ご質問いただきありがとうございました。